第二次世界大戦のドイツのフライヤーレーダーペーブ、パウズ早期警戒レーダー、アラスカ早期警戒レーダーとは、敵の長距離ミサイルを探知する長距離レーダーを言う。初期の早期警戒レーダーは、イギリスのチェーンホーム、ドイツのフライヤー、アメリカのクプタムと SCR-270、ソビエトのラス -2 として、この立チレーダーは、現代の標準ではかなり短い距離だったし、 ン地距離が160から 240km だった。この短い距離はその当時に使われていた長い波長での電波電波の副作用として通常可視線に制限された。短波ラジオには長距離電波技術が知られ広く使われていたが当時は複雑な搬送信号を処理する能力が到底なかった。第二次世界大戦当時のイギリスは チェーンホーム早期警戒レーダーを海岸に設置した。ドイツは、探知距離が2 0 0トルのフライヤレーダーを1000台以上を生産して地上に配置した。今日のアメリカ、ロシア、中国の早期警戒レーダーは、探知距離が5 0 0 0トルを超える。北極上空を飛行するソ連爆撃機の威嚇にアメリカとカナダは、ドエラインを開発した。その後、他の例もより良い性能で構築された。 大安的な早期警報設計は、カナダ中部を横切る、ラインブレーキング表示を提供するミッドカニドリンで、対象の正確な位置や移動方向を識別できる規定がなかった。目標物の正確な位置や進行方向を識別する規定がない。1950年代から多くのアスレーダーが開発され、一般的に電離層から信号を反射することで、探知範囲を大幅に拡大した。 今日の早期警戒の役割は早期警戒プラットフォームによってかなりの部分代替された。航空機にレーダーを配備すると水平線までの視野が大幅に広がる。これを通じてレーダーは高周波信号を使用して高解像度を提供しながらも長い範囲を提供することができる。この規則の使用例外は海ウウズのような弾道ミサイルの攻撃を 警告するためのレーダーであるが、このような兵器の高高度待機軌跡は、地上レーダーでも大きな範囲で見ることができるためだ。目標物の正確な位置や、進行方向を識別する規定がない。1950年代から多くのアスレーダーが開発され、一般的に電離層から信号を反射することで、探知範囲を大幅に拡大した。ありがとうございます。